犬道院。ずいぶん話もですね、何回もこの6号線の問題含め、あるいは災害復興で出ましたんですね、さて、何をどう聞こうかなと思うぐらいですね、今、思ってるんですけれども、できるだけですね、時間を取らないようにですね、質問をしたいと思います。まず昨年の7月豪雨災害からの復旧復興の見通しについてでありますけれども、取り組んでいる状況ですね、土木にしても農林にしてもですね、あるいはこの福祉関係にしてもですね、何回も今お聞きをしました。改めてそれを聞くということもですね、ですから、それはまあ、今までお聞きしましたんでね、一部、割愛をしたい、それは要望にですね、変えておきたいというふうに思っております。今、私のクレアは特にひどかったんですけれども、今朝もですね、小屋裏のところを通ってきながらですね、ですね、広島呉道路が流出をして、で、呉線も下のですね、国道もですね、完全に埋まって何ヶ月かですね、大災害を被りましてですね、これは大変だなという思いをしてたんですが、知事をはじめですね、国もですね、大変な努力をしてもらいました。その間、自衛隊や警察も含めてですね、その他のですね、関係自治体も含めて、早期復旧が2ヶ月早くですね、JR 呉線もですね、それから広島呉道路も、また国道31号もですね、通れるようになりました。一部は、海水浴場に迂回路を緊急作ってもらってですね、判断は良かったとしては思っておりましてですね、渋滞は続いたんですけれども、早く復旧できたなというふうに、今でもですね、私は評価をいたしております。また国道375号線のですね、広町、石内地区のですね、やはり土石流で橋が流出しまして、これもですね、国土交通省が仮橋をですね、昨年の11月頃にはなんとか完成、作りたいということだったんですが、それじゃあ遅いということで、県土木、呉のですね、呉土木の方でですね、カリカリ橋をかけましょうということでね、緊急に対応してもらいました。ですから、あれもですね、非常に2、3ヶ月早くカリカリ橋ができてですね、バスもトレーラーなんか トラックもですね、通れるようにしてもらってですね、そう対応早かったし、同時に185号線のですね、新潟のところのですね、道路の橋の部分が全部流出したんです。これもですね、同じようなですね、仮橋の早期ですね、建設で、まずまず産業や生活に支障がないようにしてもらったわけであります。今ですね、375号線の私の近くの上の方はですね、仮場所を取ってですね、仮場所をかけようという工事が始まりました。これは国がやるですね、ですが、これが済んだら本格的な橋を375号の今の仮場所を撤去した後にかけるという工事に移るわけですが、当分かかると思いますが、本式の仮場所がですね、今やっと着工しましたんで、期待をしております。同時にまた、新潟の方の185号線もですね、仮橋の建設が、いわゆる本格的な仮橋、迂回路の建設が始まりましてですね、これも本橋かかるにはまだですね、1年はかかるんだと思いますけれども、早期に復旧できたらなというふうに思ってですね、期待をいたしたいと思います。まずもって、地上はじめですね、県のですね、各関係機関の皆さんのですね、尽力にですね、敬意を表し、評価をしておきたいというふうに思います。そこでですね、これは知事にまとめて、
にですね、お伺いしたいんですけれども、復旧復興が遅れているです、ね、事実そうだと思うんです。それはもう原因というのはですね、皆県も市も職員も一生懸命やってるんですけれども、なんせですね、この人手が足りない、機材が足りない、そういうことでですね、国がいくら金を下ろしてきてもですね、そう簡単にいかないという実情ありましてね、それでも、まあ、地域住民からするとですね、なかなかブルー、今日当然ブルーシートがほとんどなくならないですね、どこもブルーシート貼ったままですね、なってるわけですね。ですから、なんとか早くやってもらいたいという気持ちがみんな強いわけですね。私らも年間年中、そのことを言われながら、地域を回っているんですけれども、知事ですね、この復旧復興に向けて、あなたのですね、決意を改めてね、お聞かせいただきたいと思います。湯崎氏。昨年の豪雨災害から間もなく1年5ヶ月を迎える中で、復旧復興プランの達成に向けまして、県はもとより県民の皆様、関係者の方々と連携して全力を挙げて取り組んでいるところでございます。こうした中で先般、10月23日には JR 芸備線の運行再開がございまして、鉄道網が全線復旧するなど、県民生活や経済活動の日常は戻りつつあると認識をしております。また、災害関連事業につきましては、復興ケース、復興部係の導入以降、不調不落の発生状況に改善が見られるなど、これまでの対策の一定の効果を確認しているところでございます。しかしながら、被災箇所の多い一部の地域においては、依然として不調不落が高い割合で発生しており、事業進捗の遅れが懸念されることから、県だけでなく、市長も含めた発注の調整など、地域ごとの課題の分析を進めて、より細かな対策を講じていく必要があると考えております。また、住民の皆様、被災者の皆様の方に目を転じますと、応急仮設住宅については、入居から2年間、また中小企業等グループ補助金については、今年度末とそれぞれ国制度における支援期限が迫ってきております。このため、被災者の皆様や事業者の方々における個々の状況をしっかりと把握して、実態に即した生活再建や事業再建を進めていくため、岡山県や愛媛県と連携をいたしまして、共有期間やグループ補助金の延長などを国へ要望したところでございます。いずれにしましても、被災者の皆様の立場に立ちますと、日一日、復旧、復興が待たれるところだというふうに思います。その実現ができますように、復旧復興プランの達成に向けまして、県庁一丸となって全力で取り組むとともに、今後、さらに発生するさまざまな課題に対しましても、あらゆる手立てを講じまして、創造的復興による新たな広島県づくりを成し遂げてまいる所存でございます。ぜひですね、細かいことはいくらでもまああるんですけれども、時間の都合もありますから、今、知事が言われたですね、やはりその決意を持ってね、多少の遅れはですね、やむを得んということも、県民も分かっておりますけれども、しかし生活に響くようなですね、直結するようなところの早期復旧復興はね、みんな待つだけでもまあイライラするわけですから、ぜひですね、お願い、早期復旧復興にですね、一丸となって取り組んでいただきたいと思います。それでは2番目のですね、高校入試改革の問題で、教育長にも少しお伺いしたいんですが、私は毎朝や大体1万歩目標に朝歩くんですよ。で、県立広高校の前を通りましてね、それから広警察の前を通って、それから県立呉商業高校の前を通ってですね、広大川沿いに歩くと大体9700歩なんですよ。そこを毎朝みたいに歩くんですけれどもね、学校の塀がね、フェンスに変わりましたですね、ここ1、2ヶ月で。学校がだいぶ見通しが良くなりましたね、風通しも良くなったんじゃないかと思うぐらいね、非常に明るいなと、学校が。今まで塀に、コンクリート塀で全く見えなかったんですがね、高校生たちがね、クラブ活動をやってたり、授業やってる、みんな丸見えになってるわけです。それがいかんという人もあるんですけども、私はいいんじゃないかなという反面を思いますね。ただまあ、トイレの陰に隠れてタバコを吸うような生徒はいなくなるでしょうと。
こうは思うんですが、そういう意味で非常に良かったなというふうに思っております。で、まあ、あなたの方の高校入試改革の問題ですね、これが出た時すぐ、ね、保護者からも電話ありましたよ。こんなものすぐやられたんじゃたまらんと、うちのね、私の孫は今中学1年なんですけどね、小学校やっぱり中学1年や高校小学校5、6年や中学1年生のクラスの保護者がね、まず頭抱えたですよ。これ変わる言うてもね、今までは上の子供は今までのね、それで入試を受けさせてきたのに、今度はだいぶ変わるじゃないかということで、いうことだったんですが、宣言近いですね、やっぱりご意見もね、教育委員会にもあったらしいんですが、幸いあなた方もですね、ちょっと実施時期を遅らそうと、こういうことですが、そこでね、教育長、私はね、もう一回抜本的に考えてね、検討し直す必要があると思うんですよ。単に1年延ばすというんじゃなくてね、もう少し一から検討し直してね、で保護者の意見も子どもの意見もですね、指揮者の意見も含めて再度ね、原点に戻ってやってほしい、こう思うんですが、教育長どう思いますか。教育長、公立高等学校の入学者選抜制度につきましては、本県が全国に先駆けて学びの変革に取り組んでいることなどを踏まえ、見直しを図ることとしたところでございます。見直しの検討を進めるにあたりまして、実施いたしました校長へのアンケートでは、各高等学校の特色を生かした入学者選抜の充実を図ること、それから入学者選抜にかかる期間の短縮を図ること、調査書に記載する情報を整理することなどが求められていることが明らかになったことでございます。ところでございます。また改善素案に対するパブリックコメントにおきましては、調査書に記載される自らの評価を意識しながら学校生活を過ごしている中学生が多いという実態が把握できたところでございます。今回寄せられました児童生徒からの意見も踏まえまして、改善内容の時期、実施時期につきましては、今先生もおっしゃいましたように、早くとも令和5年度入学者選抜からとする方向で検討していくことを決定したところでございます。教育委員会といたしましては、広島県の15歳の生徒たちに、どのような力をつけさせたいかという観点から、生徒や保護者、そして学校にとってより良い入学者選抜制度となるようしっかりと検討し、早期に改善を図りたいと考えております。私はですね、局長、ぜひね、あなたが今作っている案もそれはあなた方一理あると思いますけど、私はもう一回原点に戻ってね、この案でいいかどうかを含めてね、その延期したんですから再検討してもらってね、そしてやはり、ですね、教育対象である子どもたちや、あるいは保護者が、ね、納得できるというんですか、安心できるね、そういうプランを、ね、練り直してもらいたい、そのことについてあなたどう思いますか。教育長、入学者選抜制度の見直しの検討を進めるにあたりまして、実施いたしました校長へのアンケートではですね、回数の見直しも含めました入学選抜の期間の短縮、それから調査書の記載情報の整理などをするということについて多くの意見が出されました。また、改善素案に対するパブリックコメントにおきましては、先ほども申し上げたとおり、調査書に記載される自らの評価を意識しながら中学校生活を過ごしている生徒が多いという実態が把握できたところでございます。こうした本県の実態や国の動向等も踏まえまして、改善すべき点につきましては早期に改善を図っていく必要があると考えておりますが、十二分に、教育委員会の方でも関係者とともに、それから有識者の方にもご意見を頂戴しながら、ただし改善すべき点は早期に改善をさせていただきたいというふうに考えております。そうした観点は、生徒それから保護者、学校にとってより良い入学者選抜となるようしっかりと検討していきたいと思っております。委員長、それではですね、3番目の広島高速5号線の問題もたくさん出ましてですね、整理する必要もあると思うんですが、
私はですね、知事ですね、これだけね、いろんな疑問が出されて、県民からもですね、さまざまなですね、この、まあ、不信なりですね、そういうものが出ている以上ですね、私はもう一度ですね、県と市と公社三社でですね、しっかりとね、検証する委員会も設けてね、時系列的にですね、どこかに、どこに本当に問題があったのか、ね、そういうものをですね、分析されて、県民の前に明らかにしていく必要があると思うんです。その点で知事はどう思われますか。湯崎氏。これまで、この5号線の経緯につきましては、第三者委員会の方でですね、かなり入念に調査をして検討していただいております。でその事実に基づきまして、私どもも評価をして、問題点と認識をしておるところでもございます。また再発防止策等について公社の方でまとめてもらっているわけでございます。で私どもとしてはですね、これらの取り組みの中で課題問題点はかなり明確になっているというふうに思っております。またなかなかこれがですね、ご説明というかご理解をいただくというところに至っていないということでありまして、私どもとしてはですね、ご理解いただけるように引き続き議会との議論等も含めまして、しっかりとご説明をして、参りたいと考えておるところでございます。委員長、いるのいい。私はですね、ぜひね、再度私はやっぱり三者でね、その専門第三者の検討もそれなりいいと思うんですが、三者でね、きちっと検証委員会を設けてですね、もう一度ね、自らどこに問題があったのかということを含めてですね、ぜひね、検討してもらいたい、こう思います。まあ、我々議会の方もですね、この問題についてはですね、特別委員会を設けるか何かですね、やっぱり検討していく必要があるというふうに思うんです。そうでなかったら県民は納得できない、こう思いますからね、これからの課題として問題を提起しておきたいと思います。それは最後にですね、この要望ですけれども、私はまあこの前からですね、もみの木森林公園とか三段橋とかですね、あるいは広島市中央森林公園などですね、こうちょっとあれ三景も含めてね、行ってみましたけれどもね、なかなかね、不備なところも結構あるみたいなんですよね。だから基本的にはですね、担当する部はね、観光シーズン迎える2ヶ月ぐらい前にはですね、全総点検してですね、どこか危ないところやですね、問題点がないかということを検証してね、それで観光シーズンまでには補修してですね、安全そして便利 ですね、いいようにしておくという努力が必要だと思うんです。三段橋の前のですね、これも指摘しましたけど、現場からですね、要するに、まあ、モニターが壊れている、で電話してみるとですね、いやあれは秋太田町の問題ですと言うと、横には広島県と大きく書いてあるのにですね、それをね、そんなことないだろうと、あなたが責任あるんだからと言ったら3日ぐらいしたら治りましたよ、ね、あるいは防災のです警報のです、ね、電光板も壊れたままです、ね、金がないだって知れてる金ですよ。そういうことをね、私はやっぱり事前に十分担当者が行ってチェックしてない、そういうことじゃね、人にお客さんに県民にですね、紅葉の時にここに行ってですね、もみじを楽しみなさいと言ってもね、そういう状況じゃいかんもんです。ですからね、もっと少年入れてね、自分の仕事はね、県民に、県民視点でですね、県民にね、やはり評価してもらえるような、そういうことにしてもらいたいな、こういうふうに思ってですね、この前直接現場からですね、実況中継やったんですけど、もっともっとですね、頑張ってですね、ここら辺をやっぱり県がやるべき、そういう公園、自然公園を含めてですね、古くなった施設はですね、将来建て替えするなりですね、そういうことも含めてね、もみの木森林公園でも中央公園でも建物も古くなっております、ね、そういうところもやはり検証してね、対策を立ててほしいと、こういうふうにこれはお願いをしておきたいと思います。時間がありませんがですね、今回たくさん委員からですね、
建設への意見がたくさん出されたと思うんですね。どうぞですね、それをただ聞きっぱなしにしないでね、この決算委員会が今日で終わったら、それで済んだという顔をせんようにね、ぜひね、生かしてもらいたい、こういうことをお願いして終わります。以上です。